米大統領選挙、その結果が早ければ日本時間の11月6日夕方には出るとされています。この選挙で投票権を持つのは米国の約2億4000万人ですが、勝敗を決めるのはごく少数の人たちになりそうだと言われています。というのも、共和党のトランプ氏、民主党のハリス氏のどちらが勝ってもおかしくないという州がスイングステートと呼ばれていて、今回はアリゾナ、ジョージア、ミシガン、ネバダ、ノースカロライナ、ペンシルベニア、ウィスコンシン、この7州で勝負が決まりそうだからです。そのため両陣営はこの7州の無党派層の票を求めて激しい選挙活動を展開しているわけです。その上、稀に見る接戦となっており、どちらが勝利するかは本当に最後までわからない状況です。ですが、両者の主張する経済政策は全く異なるもので、どちらが当選するかで世界の未来、日本の未来にも大きな影響を与えます。今回の動画を最後までご覧いただければ、両者の政策の違いから経済や株価にどのような影響があるのかまでを理解することができるようになり、あなたの経済リテラシーが高まること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。民主党のハリス氏が経済政策として主に主張するのは、物価の安定と中間層の支援です。8月16日に激戦州ノースカロライナでの演説で初めて具体的な経済政策を発表しました。ハリス氏は自身の経済政策を機械の経済と呼び、誰もが競争し、自身と子供のために富を築く機会を得て成功する真のチャンスを得ることができる経済を目指すとしています。中間層から低所得者層に焦点を当て、生活支援を充実させると訴えています。物価の安定についてはバイデン大統領が物価高騰の責任を国民から問われ、この物価高騰問題が選挙で民主党自体が逆風になってきたことを強く意識して出してきたものだと考えられます。この物価問題についてハリス氏は大統領就任後の最初の100日で物価を引き下げると宣言しています。具体的には、企業が過大な利益を出せないよう規制を設け、従わない企業に罰則を与えるなど、物価安定に向けた強い政策方針を示しています。例えば一部の大企業による利益重視の姿勢、特に大手食料品店チェーンは過去20年で最高の収益を生み出していると批判します。中間層の支援についても具体的な内容が出てきました。目立つのが、不動産価格の上昇が大きな問題となる中での住宅支援についてです。大統領の任期の4年間で300万戸の住宅建設を目指すとしています。これはバイデン大統領が掲げた200万戸から拡大しています。また若い世帯が最初に購入する安価なスターター住宅の建設会社を税優遇で支援し、住宅開発の支援を行うとしています。さらに、初めて持ち家を購入する人に対しては頭金2万5000ドル約370万円を支給することで住宅を購入しやすくするという政策も盛り込まれています。ただここには不動産を多数所有する投資家への税制優遇を撤廃するという法案も含まれていることから、投資家などからは反発の声もありそうです。また、児童低所得層の税控除についても特徴があります。最大3600ドルの児童税額控除の復活に加えて、新しく子供が生まれた家庭へ1年間で最大6000ドル約89万円の税控除を行うとしています。加えて低所得層の所得税控除を最大1500ドルとする方針です。ハリス氏はこれにより1億人以上の税負担が軽減されると強調します。このように個人にかかる税負担を軽減させる一方で、法人税率を 21% から 28% に引き上げて大企業優遇を是正するという動きも見られます。財政への負担は大きくなると見込まれているものの、今までの民主党政策から大きく外れたものではありません。バイデン大統領の後継者であるという彼女の立場を考えれば、
それほどまでに大きな路線変更はできないという状況でもあります。なので経済の混乱という点ではそこまでの大きなリスクはなさそうです。気になるのはもう一方の共和党、トランプ氏の経済政策でしょう。トランプ氏の経済政策はアメリカ第一主義です。トランプ陣営は2023年に政策公約集アジェンダ47を発表していますが、今回の公約もこちらを元に作られています。7月の共和党の全国党大会の演説では、さらなる減税を行い驚異的な経済成長につなげていくと発言している通り、国内に対しては減税と金融緩和といった方針が目立ちます。実際大統領在任中の2017年から総額 1.5 兆ドル、約223兆円規模の大型減税を実施しました。法人税率を 35% から 21% にまで引き下げたほか、個人所得税の最高税率を 39.6% から 37% に引き下げるなど大きな変革をもたらしています。そのトランプ氏は今回法人税率をさらに引き下げて 15% にすることや、引き下げた個人所得税率に設定されている2025年の期限を延長すると主張しています。加えて接客業に携わる何百万人もの人々が受け取っているチップや社会保障の給付金への課税まで廃止、問題となる不動産価格の高騰についても住宅ローン金利を引き下げ税制優遇措置を行うとしています。極めつけは景気を刺激するための金利引き下げを主張すると同時に、 FRB の金融政策に対しては大統領が発言権を持つべきだと主張するなど、とにかく減税と金融緩和の姿勢は強いものがあります。その一方で対外政策としては厳しい姿勢を見せています。まず中国への関税を 60% に引き上げるほか、ユニバーサルベースライン関税を導入し、すべての国の製品に 10% から 20% の関税を課すと主張しています。他にもメキシコからの輸入車には必要なら 200% の関税をかけるとの考えを表明しています。産業政策でも脱炭素に向けた世界的な流れには背を向けます。この脱炭素の枠組みを決めたパリ協定から離脱するほか、自動車の排ガス規制の撤廃を挙げていて、あくまで自国の自動車産業を支援するという姿勢を見せています。また今回 IT やハイテク企業との関係も注目されています。これまで IT 企業のトップはリベラルで民主党支持者が多い傾向にありました。 IT 企業も移民を積極的に受け入れて成長してきたという歴史があり、移民や多様性に寛容な民主党と相性が良かったからです。実際に民主党のハリス氏支持を表明しているのはリンクトイン共同創業者で投資家でもあるリード・ホフマン氏やアップル共同創業者のスティーブ・ウォズニアック氏などの著名人です。ただバイデン政権はグーグルやアマゾンなどを独占禁止法違反で提訴しているほか、投資家保護のためとして暗号資産業者も提訴してきました。このまま民主党政権が続けば事業基盤が揺らぎかねない、そんな不安から IT 業界のトップたちがトランプ支持を表明し始めているんです。例えばイーロン・マスク氏はトランプ氏を全面的に支持しています。これまでに1億1855万ドル約180億円以上を献金してきたと噂されるほどの堅い入れっぷりです。またネット決済大手ペイパル創業者のピーター・ティール氏や有力ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツの共同創業者であるマーク・アンドリーセン氏とベン・ホロウィッツ氏も揃ってトランプ氏の支持を表明しています。さらにトランプ陣営の副大統領候補の J.D. バンス氏はベンチャー企業に出資するミスリルキャピタルマネジメントの社長を務めていたこともあり、 IT 企業とも深いつながりがあります。彼らは言わずもがな AI や暗号資産などの最新テクノロジーを広めることで世界がより良くなると本気で信じている人たちですから、最新テクノロジーを支援し推進する側の人たちです。これに応えるようにトランプ氏は7月27日のテネシー州で行われた暗号資産業界のイベントで、米国を
世界の暗号資産の中心地とすると語っています。大統領候補が暗号資産のイベントで講演をするのはまさに異例です。かつて仮想通貨を詐欺だと呼んだトランプ氏は、現在少なくとも100万ドルの暗号資産を保有していると言われています。またこの他にもバイデン政権が昨年発表した AI の安全性に関する大統領令も廃止するという方針だとしていますから、トランプ氏が当選した場合、 AI や暗号資産などの規制緩和も一気に進む可能性がありそうです。またこの一連の流れを受けて、ハリス陣営も暗号資産業界への接近を検討していると報じられています。これから AI や暗号資産などのテクノロジー企業と米大統領選をはじめとする世界情勢の関係はより深くなっていきそうです。さて、経済政策を見てきたところで、前回トランプ氏が大統領に当選した2016年11月、トランプ氏の政策が経済や株価にどのような影響を与えたのかをおさらいしておきましょう。当時のトランプ氏も今回と同じようにアメリカ第一主義を掲げていました。国内の産業を守るために輸入品に高い関税をかけ、外国との貿易交渉をやり直す、海外に進出していった企業を呼び戻して雇用を増やすというものです。もちろん大型減税も公約に掲げていました。さらには日本の円に対してもドルが高すぎるとして、ドル安円高にするように主張したのです。世界的な枠組みからすると、トランプ氏の経済政策はめちゃくちゃだという意見が多くありました。日本も為替市場が混乱してしまうのではないかと心配されていました。実際にトランプ氏の当選がニュースで報じられると、円価格が上昇し、ドル安円高となりました。ところが意外にもこの円高は比較的短時間で終わり、今度はどんどんドルの価格が上がるドル高傾向になったのです。どうやらトランプ氏の大規模減税によってアメリカの景気が良くなると期待した投資家がアメリカ株を買いに走ったようでした。日本人や日本の株を持っている人たちが円を売って米国株を買い始めれば、当然ドル高が進みます。そして年末にかけては米国株高とドル高が続きました。2017年1月にトランプ氏が正式に就任した後も米国株の値上がりは続きます。公約通りの減税や法人税率の引き下げを行うと、さらに株価は上昇していきます。特に値上がりしたのは大手ハイテク株など情報技術関連の企業や製造業、小売やサービス業などでした。ところが政権2年目2018年に入ると株価が下落し始めます。この原因は思ったほど経済が上向かなかったことです。ですが何より問題だったのは中国との貿易摩擦です。トランプ氏は中国に対する関税を引き上げ、中国の製品がアメリカに入ってこないようにと輸入品に高い税金をかけたのです。すると中国もその報復としてアメリカからの輸入品に高い関税をかけ、この事態は米中間の貿易戦争と呼ばれるほどまでに激化します。このような状況では当然ですが米国の経済を楽観視はできません。米国株は一転して下落基調となりました。トランプ政権3年目、2019年も中国との貿易戦争は続き、互いに輸入品に関税を掛け合う状態が続きます。そうした厳しい経済状況の中、アメリカの金融政策を決める FRB は景気を刺激するためにと利下げに踏み切りました。利下げとは簡単に言えばお金を借りる時の利率を下げる経済刺激政策のことです。利率が下がればお金を借りやすくなるので、企業は工場や設備などに資金を投資しやすくなります。また一般の人たちも車や家のローンが組みやすくなり、負担が減るわけです。こうしてみんなにお金を借りやすく使いやすくして景気を良くしようという目的で行われるのが利下げです。ただしお金が世の中に多く出回るようになるので、インフレになる危険性もあります。トランプ氏は景気を刺激し株価を上げるには利下げが効果的だと考えてきました。そのため何度も FRB に対して利下げの要求をしてきたのです。ただ本来
金融政策は政治から独立して決定されるべきと考えられていて、大統領が利下げを公然と要求するのは異例なことです。そうして FRB が利下げを決定すると、トランプ氏の思惑通りに株価は大幅に上昇します。トランプ氏の戦略は成功したかに思えました。ところが、2020年に大きな落とし穴が待っていました。それは新型コロナウイルスの感染拡大です。これによって世界経済は大混乱に陥り、景気は大きく落ち込みます。この時、トランプ氏はコロナ対策を誤ったと言われていました。コロナウイルスの感染力が強く、人々にとって脅威であることを知りながら、経済の再建を優先したからです。これによってトランプ氏はコロナの感染を恐れる多くの中高年層の支持を失ったと言われています。そうして2021年の大統領選挙でトランプ氏は民主党のバイデン氏に敗れることになったのです。その大規模な金融緩和に対してアメリカ経済の復活が想像以上に早かったことから、今もなおアメリカではインフレが続いているんだとされています。こうして見るとトランプ氏の政策で経済は混乱すると言われていたものの、株価や為替を対極で見ればそこまでの大きな混乱はなかったと振り返ることができます。今回の大統領選でも一般的にはハリス氏勝利の場合には緩やかな株高、ドル高、金利上昇が予想されていて、一方のトランプ氏勝利の場合には大きな株安、ドル安、金利低下となるのではないかと見られています。ですが投資でもビジネスでも慌てず冷静に世界情勢をチェックしながら自分の判断の精度を高めていくということが大切になるのではないでしょうか。大人の学び直し TV には他にも世界情勢や経済の仕組みを解説した動画があるので、ぜひもう一本見て学びを深めていってください。また X のアカウントでも世界情勢や気になるニュースなどをつぶやいています。よかったら概要欄、コメント欄からフォローしていただけると更新の励みにもなります。ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。